例題4に入ります。一つの単語が複数の品種として使われることがあります。それを確認していきましょう。1番、ザショップ。これが主語ですね。で、次はオープンズ。主語の後に来ているので、動詞と判断していいです。3単元の S がついていますね。そこら辺も注目していきましょう。その店は10時に開きます。で、次の文章。ザショップ was open、えー。ザシショップ、これが名詞で主語ですが、このオープンは 主語の名詞を修飾していますよね。形容詞の大切な使い方の一つです。このオープンは形容詞です。その店は10時に開いてました。で、2番、tomorrow is Tachéo's birthday。えー、明日はですね、明日は t a c o の誕生日です。この明日は主語になってますね。主語として使われているので、この tomorrow は名詞と解釈します。 で次のやつ。I'll see gym at school tomorrow.、えー、私はジムに会うでしょう。学校で tomorrow. とものはこの文章全体を就職してます、えー。なので副詞です。まあ基本は副詞ねってものね、たまにこういうふうに名詞として使われることもあるってことですね。三番、it a kind of greeting. それは一種の挨拶です。えー、挨拶の一つの種類。 種類っていう言葉で使われてますね。で、あが、してあがついてるので、あったら、ま、名詞の前につくものなので、このカインドは名詞です。え、ミス中野伊豆カインド。これは主語の名詞。中野先生を就職してません、ね、中野先生はとても親切です。なので、これは形容詞です。 えー、かっ、かっこ1かっこ2番と少し意味が違って、かっこ1のオープン、これは同じ品詞、同じ言葉がこのようにいろいろ使われるということですが、このカインド、種類という意味の名詞のカインドと、優しいという意味の形容詞のカインドは別の単語ですね。たまたま綴りが一緒なだけで。次は、What kind of flower do you like? あなたは何の種類の花が好きですかこれも、What、えー、プラス名詞で一塊で疑問詞を作るという用法 さらに、オブフラワー、花の種類。後ろから、こう、全知識で就職されてる。ということを入れても、こここれは種類、えー、種類なので名詞ということでいいです。4番、目にオブゼンは h フォ were h <laughs> 彼らのうちの、彼女らかなのうちの多くが、えー、彼女の以前の生徒でした。 え、なので、これは主語になってます。彼らのうちのって就職されてることもあるので、これは、このメニューは名詞です。で、I have many things to learn. 私には学ぶことがたくさんありますですが、これはたくさんのこと、もの。で、to learn はこれはいいかな。名,名詞を就職してますよね、このメニューは。なので、これは形容詞です。こっちら名詞なんですが、主語として名詞。 なのは間違いないですが、例えばこの後ろにね、メニーティーチャーズとかが省略されてて、形容詞と解釈することもできないことはないですね。まあでもこの場合単独で、え、仕事して使われているので、名詞と判断すればいいです。じゃここで区切って、えー、あと2枚あるんでね、この品種の識別は続けていきます。